そうですね、まあ、6ヶ月ぶりに勝利できて、自分たちもホッとしてますし、まあ、これだけ多くのサポーターの皆さんが来てくれた中でやっと勝てたことは本当に良かったです。そうですね、まあ、試合の入りからアグレッシブにプレーできたと思いますし、うん、クロスもいいボールを上げれたし、まあ、結果的に2ゴール絡めるプレーができたのでそれは良かったですけど、まだまだミスも多いですし、これを改善して次の試合もまたアグレッシブに戦いたいなと思ってます。もう本当に前線からアグレッシブにボールを奪いに行ってくれてたんで、ディフェンスラインもそれに反応するようにこうボールを奪いに行く守備っていうのができてましたし、まあ危険な場面もありましたけど、チームみんなで体を張ってゼロで抑えれたっていうのは本当に、素晴らしいことだと思いますし、新潟らしい守備攻撃どちらもできたんじゃないかなと思ってます。まあ、前節引き分けてで一回リセットじゃないですけど気持ちが、リセットされた中で今回またこういう形で勝利できたっていうのはすごい自信にもなるし、ここからやってやろうっていう気持ちを誰しも思ってると思うんで、この流れのままいきたいと思います。いやもう本当に最高ですし、こうやって負け続けた中で、今日もたくさんの人が、応援しに来てくれて熱い声援を送ってくれて、僕たちもずっと後押しをされてましたし、その中で結果をやっとこう、結果で返せたっていうのは本当に嬉しかったし最高でした。本当にまたホームでできるっていうアドバンテージがあるし、今日勝った勢いっていうのをまたこのまま続けていきたいと思うので、またスタジアムに足を運んでもらって熱い声援をよろしくお願いします。